おはようございます。今日は9月4日ですね。今朝はですね、倫理法人会というところのモーニングセミナー行ってまいりました。まあ、4時から起きて、5時から準備をしましてね、で6時から今日は法人アドバイザーの住田康江先生のお話を伺いました。実はまあ昨日の晩もですね、倫理講座というのがあったんですが、いや倫理法人会のこの丸山先生というのはその哲学者ですね、すごい研究をされたというふうに思います。私なんかとんでもない、なんかそういう倫理反倫理ですね私の場合は、まあ、反倫理なのであんまり大切には合わないんですけどもね、まあ、学ぶことは大切かなというふうに思って会員になっております。今朝のお話はね、本当良かったですね。恩を忘れないということですね。まあいろいろ経営者としてもですね、ご主人が大変な状況にあったということでありますけれども、まあその中で私印象深かったのは、この九州の方ですね、炭鉱の町で育たれたということで、まあ明るいねまあやっぱね、人生ね、明るささえあればね、まあなんとかなるだろうと。まあもっと深いことを言われたような、なんかアマテラスの御神がどのこのとかね、やりました。私はあんまりよく分かんなくて、まあ明るい、まあ綺麗な方ですね。そこがすごく印象深かったです。いいお話を伺えて、まあ、明るさしかないね私の場合はということで、今日も喜んで住んで働いていこうと思います。